のはやらせていただきますね。多分あの立ってるってことだったんで、お尻周りね、はい、硬いと思うんで。ああ、すごいすごい効いてます。はい、ああすごい。ちょっと痛みがありますか？大丈夫ですか？気持ちいいです。気持ちいい感じですか？はい、すごい気持ちいいです。はい、すごい気持ちいいですね。この辺とか凝ってますね。すごく効いてる気がします。そうですね、はい、痛いというよりは痛気持ちいいに近いです。はい、韓国いつ頃行かれたんですか？高校卒業してすぐなんで。あ、はいはいはい、6年ぐらい。そうですね、6年前ですね。あ、2年半行ってました。え、そんな長く？びっくり。あ、じゃあもう完全に住んでたんですね。住んでましたね、留学という形で。あ、そっかそっか、留学で、はい、はいはい。何留学なんですか？語学留学ですね。あ、じゃあ韓国語を覚えてきたんですか？そうです。おー、すごい。もうじゃあバッチリマスターしてますよね。2年半行ったら忘れちゃったかな。でもじゃあ、あの、まあ、あ、お好きなんですか、韓流ドラマとか？その頃は好きでした。ええ、あ、少女時代が人気な時で、はい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 、少女時代のイナっていう子がいるんですけど、その子に憧れてましたね。あ、なるほど。それでじゃあ、まあ、その歌ったりとか、はい、喋ったりが、あ、歌ったりも、じゃあでもそれが自然にできちゃうぐらい言葉が、はい、でもいいですね、こう広がりますよね、すっごい世界観とか。世界が広がりました、親元を離れてみて、すごい知ったこともたくさんありますし、はいはいはい、親のありがたみとか、あ、っていうのを改めて知れたっていうのが大きかったですね。なるほど。その語学学校が、はい、日本人だけじゃなくて、はい、世界中からいろんな国から生徒が集まってくる学校だったんですよ。はいはいはい、隣の席が石油王とか。え、石油王？アラブの？アラブのすごい金持ちの人とか。石油王ってそんななんか会えるもんなんですか？びっくりしました。なんか国から勉強してこいって言われて、国のお金できてるって言ってました。じゃあ年は同じぐらいなんですか？その人は年齢不明、さそ、不明だったんですけど、はいはい、年上だったかな、年上だったと思います。すごいチャーミングな方で。あ、そうなんですね、はい、あ、偉そうだったりしないんですね。全くなかったですね。そうなんだ、面白いですね。すごい面白かったですね。挟まれて続けました。なんか3人ぐらい国から来てて、隣の席2人とも、石油に挟まれて、そんなこと絶対日本じゃないですね。ありえないですよね。ありえないな、すごい。石油王が両手にいてすごいな。ありましたね。面白い、いい経験しましたね。すごくいい経験でした。そこにいるときはみんな基本的に韓国語で喋り合うんですか？はい、韓国語でした。あ、そうなんですね。
くさん、ね、できますよね。中国の子とかもいて、はい、うん、なんか中国のイメージって全くなかったんですけど、はい、悪いイメージがどちらかというと、はい、実際接してみると、はい、すごい素直な子たちで、いい子たちばかりで、変わり、ま、イメージが変わりましたね。あ、まあ、多分こうメディアが報じるものって、うん、こう切り取ってますもんね。本当にそう思います。やっぱ自分の目で確かめた見たものじゃないと信じちゃいけないなって思いましたね。私の方どうですか？気持ちいいです、左足伸びましたよ。え、あ、違いますよね。かかと、はい、左足が伸びてます。え、なんでですか？まあ、やっぱりあの歪みが出たりですとか、で、あの、うん、そうですね、まあ、筋肉が収縮するんですよね、凝った状態で、はい、だから縮んでますので、はい、リラックスすると伸びるので。すごい、はい、伸びた感覚あります？はい、なんか左右で違うなっていう感覚があります、はいはい、そうです。見た目にも違いますし、ご自身でもなんか多分やっぱり違うと思います、はい、だからそう、うん、ジーパンのシワの入り方とか違ってます、すごいですね。今左の方が少し細くもなってますよね。嬉しいです、うん、だからこう違いが、うん、出てきますね。身長とかも伸びるんですか？あ、そうですね。だから、まあ、あの寝起きが一番背が高いって言いますよね。言いますね、うん、その状態に近づくような感じでは。それってそういう意味なんですね、はい、そうですね。力が、まあ、抜けたり凝りが取れたり、はい、まあ、やっぱり重力がかかっているので、はい、うん、自然に してると、まあ、背中が丸くなってきたり、はい、首がこう、はい、縮んで、そうです、重力で潰されるというか。寝てる状態の時は、うん、どちらかというと重力受けない。そう、そうですね。上からの重力が、はい、ないので、はい、そうだったんですね。だから背骨とかも伸びた状態になりますし、はい、うんうん、疲れてない、まあ、一番ね、朝一だったら、はい、基本的には。あとはダイレクトにこう整体のテクニックでこう、はい、牽引ですよね、うん、伸ばしたり引っ張ったりっていうのがあるので、うん、それで伸びてくるってなりますね。こう足の形とかでもこう、はい、O 脚、X 脚とかってありますけど、はい、ああいうのがあるとやっぱりこう無駄な、うん、まあ、その横に広がったりしちゃってる分で、はい、長さ損してるので、それをまっすぐにすると伸びます。整体で直せるんですか？直すっていうか、まあ、形を補正するみたいな感じですよね。あの筋肉が引っ張っちゃってるものとかに関しては取れます。日常生活である程度気をつけていないと、はい、自然と歪んでくる。そうです、そうです、そうです、そうです。だからあの一時的に補正できても、はい、やっぱり普段の生活で、うんうん、そうですね、崩してしまうと、また戻ります、うんうん、はい、体ってすごい柔らかいですからね、うんうん、ほっといたら歪んでいくのが自然ってことですか？そうです、そうです、まあ、やっぱりあの骨なんて変形しないって感じが すると思うんですけれども、はい、関節部分がいっぱいありますから、うん、その部分でこうズレが出てきたりすると、うん、トータルで1センチ2センチって変わってきちゃうってところですよね、うんうん、女の人とかだってやっぱり骨盤も開きやすかったりとか、うん、はい、もっとこうやっぱり体の変形がしや男性よりもしやすい、歪みが起こりやすく、はい、男性の方がやっぱりこう
胸も筋肉も太いですし、はい、あの全体的に関節が硬いんです、はい、だからずれにくいですけど、女性の方がやっぱり柔らかくて、はい、まあ、そうですね、支える組織が弱いので、はい、はい、歪みやすいです。歪みやすいんですね。歪みやすいですね、まあ、出産とかもありますから、うん、開きやすいようにできているっていうのも、そうですよね、はい、あります。逆に言えば、はい、その歪んだものを、うん、直しやすい。あ、そうそう、そうも言えます。そう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 、ね、はい、だからまあ女性の方がしっかりこうケアをしていけば、はい、はい、割とその場その場で整えやすい。男性のやっぱり硬い方よりは歪みやすいけど、いや、うん、直しやすいっていうのはあります。本当だ、はい、わかります。はい、とても綺麗だと思って、はい、そうですよね。で、普段痛いのこの辺なんですよね。痛いです、そこ、はい、どうしてもやっぱり痛みがありますか、はい、痛いね、はい、ね、だいぶ反り腰です ね、 そうですね、うん、ではあれですね、ちょっと仰向けに変わってください、はい、はい、あれ、そうで、両膝を一旦曲げていただいて、はい、ちょっと手は横に開くようにしましょうか、はい、腸腰筋ですね、腸骨の、はい、と、あの腰椎をつないだ筋肉ですね、が硬いんですね。そうなんですね、はい、この違和感は、はい、硬いから、そう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 、で、ここが、あの状態が良くないと便の排出力も落ちるんで、はい、ちょっとお腹がすっきりしにくいとか、うん、腰が痛いっていうのも、はいはい、なりやすいですね。痛いですかね。大丈夫か、痛くはないですね。嫌な感じですね。嫌な感じです。はい、そうですね。はい、まあ、普段ね、触ることもないので、はい、かなりちょっと慣れないっていうのもあってね。うん、
動いてます、うん、腰の調子が悪いとやっぱ中の働きも悪くなるっていうのが連携しますので、確かに、はい、私お腹壊しやすいんですよ。あ、はい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 、それって腰と関係してるんですかね。 ありますね。そうだったんですね、はい、まあ、反り腰になっちゃってる時点でこう、はい、瞑想が正しい位置に、うんうんうん、ね、安定しづらいですから、それで召喚活動が停滞したり壁になったりっていうことが起こりやすいですね。こっちの方が痛かったですよね、はいはい、だいぶやっぱり左右差ありますね、うん、状態、はい、改善したと思うので、はいはい、ちょっと起きてみてください、はい、ちょっと手持ちにします。あ、すごい。え、なんでなんか、はい、今まで突っかいてたものがあったんですよ。はいはいはい、それがなくなりました。はい、動きやすくなった感じですか。はい、よかったです。いや、すごい、なんかずっと突っかいててはいはい、こういう風にええ、いろんな動きを試してみたんですけど、はいはいはい、その使いが取れなかったんですけど、はいはいはい、それが取れました。よかったです。すごいスッキリしました。あ、よかったです。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.